はい、ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。ブロです。はい、というわけで今回ね、タオくんがね、仙台店でオープンの準備に行ってしまったね。今回ね、まあ、オーソブレーカーの方も参加してもらったジョルノくんを呼んで、はい、今回もやっていきたいと思います。はい、基本セット2020、まあ、開封ということで、まあね、ハレリアだったら1ボックスでね、終わっちゃうのはさすがに。まあ今回はね、まあ、オダンホライズンと同じく、はい、こちら、よいしょ。はい、ということでこちらカートンでございます。じゃあ2つということで、まあ、計12ボックス今回は剥いていきたいと思います。いいっす。はい、よいしょ。ジョルノ君、今回、はい、コンセプト2020、君の注目カード教えてくれないか。注目カードはですね、はい、ちょっとまあオタクなんで、はい、自分端っこだからんで、シャドウムーアの顧問からの再録で、はい、まあ、3マナ22のマナクリ、小走りいるっていう誰もうそう、オタクいいからでもシャに構える感じシャに構える感じだな。ひねくれ者だお前は。あんこ紹介、そういうさあんこ紹介レアでよくないレアとか、いやここはさ、レアとかシーマリアとか言わんじゃない。本当に嬉しかった。イバラの騎兵か。あ、はい、もう王道じゃないけど、あの緑のね、シーマリア4マナ56で、まあ、到達持ってて出た時に、デッキ5枚めくって土地らしい。そうそうそう、あれまあまだランプ系のデッキでもいいし、なんか最近スケープシフトデッキ結構注目されてるっていうか、なんであれでも入るし、めちゃくちゃいいカードなんじゃないかなと思います。というわけで前回ね、まああの新ワレが4枚揃うかなと思ったんですけど、モダンホライズちょっと揃わなかったんだけど、今回はねぜひ揃えたいなと思うところなんですけど、まあでも今回プレインゾーカー結構入ってるんで、まあ、プレインゾーカー全部フォイルで出す、ぜひぜひこの12ボックスでやっていきたいと思います。というわけで、じゃあ早速剥いていきますか。はい、はい、はい、じゃあというわけで、まあ基本記念すべく、はい、1ボックス目剥いていきましょう。まあ結構ボックスは、まあボックスはね、みんな剥いたことあるでしょう、一回は。ユニークは、はい、というわけで、お、ムーヤンリン、そしてアジャリン、新しいプレイングオーカー。まあ普通に剥いていきます。はい、よし、最初にしますか。はい、じゃあジョゾ君、いっちゃいます。穴から行ける、穴から行ける。そう、日号が穴から行けるんで、あ、最初は、お、トークさん、そう、今回ね、トークンが、そう、新デザインになったんだよね、最初から隠しワード、そう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 いう感じで、こういう感じになってます、兵士。はい、じゃあ兵士で、お、これ、そうですね、今回基本土地枠に進化する見返しと、うん、このゲインランド、あ、なるほど、ね、あと2色の2色のタップインのゲインランドが入ってる、入ってる、はい、からの、お、ドゥン、お、レアポイント出た。ここに来て恐竜、恐竜がまず軽くなって、で、そう、出た、なんかこのクリーチャー出るとこれがね、ダメージ与えるんだよね。そうですね。で、恐竜ってあれだよね、あの激光っていうノリがあるから、こいつでそれが誘発すると、あ、万能竜とのコンボが、そうそうそう、問題視されてるね。そう、万毛竜がダメージ与えると自分のコピーが出るから、そしたらまたこいつがダメージ与えて、またコピーが出てって無限にコピーが出るという。出るという、アリーナだとね、それでね、引き分けが起こる。一回ちょっと見てみたいけど。はい。はい、まあ、グモンタンクモンは？そうですね。特に。もう芽生えぞこない。芽生えぞこない。グッド除去。リミテッドフリーズマン。どうこれ？タルキールからの再録です。まあ、どんどん向いていくという感じですね。まあ、今回はレアはね、こういう感じで、ケース、まあ、100均で売ってるようなケースで相当して置いていきたいと思います。まあ、これだと整理が楽になるんで、はい、まあ、みんなもぜひ開封した時はこれを使ってみてください。というわけで、どんどん見ていきますか。はい、お、また兵士だ。あ、なんか光り方変わってる今回、結構超えるの、なんかね、いつもよりギラギラしてる。最近のさ、日本語のフォイルってさ、なんか控えめな光り方っていうか、そうですよ、うん、ちょっとね、光り方になってない思うのが可愛いんですけど、なんか今回のね、日本語は結構ギラギラしてます。だからね、モダマスとかに近い感じかな。あー、確かに、なんかギラギラ感がね、という感じです。はい、そして、行使された処刑に、あ、これね、あの、僕10世でちょっとお勧めしたんですけど、この行使された処刑に、まあ、出た時、11のスピードトークンが出て、まあ、読まれ、受給にもなるという感じ、はい、なんかトークンね、アジャに眠る仲間トークンの裏、なんか基本的なルールが書いてあります。結構なんか初心者に結構優しい感じの内容が書いてるのかな。
初信用です。お、なになに。はい、これスピリットなんで、まあ、オタクなんですけどズベラとかサクっていろいろ悪さできそうです。あ、なかなかね、オタクさすがにオタクズベラでお、来た、チャンドラ。お、このうちでチャンドラ早速何泊目、3泊目俺は出ましたね。トークン出せたりとか、あとマイナス2でお家のカード再利用できたりとか、かなりいいカードですね。工場の力戦、これマナクリが出すマナを増やせるんですけど、これ今ラノアールのエルフからいくと2ターン目にスランの刑事門がなんでそんなオタクカードなの置けてしまうので、ね、いちいち紹介するカードがオタクなんだよ私に負けました。これアブザンカラー。あ、キシス。そう、緑白黒の新しいエルフですね。伝説のクリーチャー軽くなります。よいしょ。そしてこれ通電式キーの再録というか新しいやつ、まあ、自分もね、これ自分はアンタップできないんですけど、新たな通電式キーとして、まあ、ヴィンテージとかね、東証戦で活躍するんじゃないかなと思います。これ各サイクルに1色ずつある新しい。あ、飛び金ね。そう、出た時にトークンが出る。昔あったあの生態兵器みたいな感じなんで、うん、全然リミテッドとかでも使いやすい、いいカードです。え、オオカミのトークンかっこよくない？オオカミはあり、すごいいいな。オオカミめっちゃ増えましたからね。そして熱い土地3マナで、これ呪文ついてるんで廃墟の地にも当たらないけどね。さあ、そして小走りで出ない、小走り出ない化け物です。リミテッドで引いたら勝ちです。あ、お、レアホイル来た。神秘の神殿レアホイル。さ、たっぷりのさ、この戦術なんてさ、見た目クソ弱そうなんだけど、使ってみると、使ってみるとすごくいい、すごい。だね、もう突然事故もね防げるし、まあ、欲しいカード探せるしっていう感じで、まあね、まあ、舐めてる人はぜひ使ってみてください。強さ分かるっていう、使ってみると分かんないんじゃないですか。センスランダー全部新キーラスト、うん、はい、来ました。自分の一押し注目カード、これエレメンタルをいろいろ釣れるんですけど、うん、これタフネスさえ上がれば流星追いっていう、10の2トランプルで、うん、派遣を持ってるんで、殴りに行ったこいつがブロックで死ななくなるという、すごい相性のいいカードになってます。オタクカードばっか紹介するんで、君はスタンダードだ、スタンダードだ新種の歴戦来たー。はい、ね、新しい種の歴戦、まあ、結構みんなね、モダンではお世話だったんじゃないかなと思います。結構イラストいいよね、バシーってクロスになる感じで、歴戦って感じで語彙力語彙力が注目しました。風の騎兵ブレインストームするやつね。で、次に3枚引いて2枚戻すと、これね、5マナ、まあ、これリミテッドはもちろんバケモンなんだけど、構築でも結構ワンチャンあるんじゃないかなと思えるようなデザインになってますね。これ一度決めてみたいですね、突然の死。これなんだっけ、マナコスト、違うマナコストのカード、うん、こいつが対戦相手にダメージを与えた場合、あの手札を公開してもよいで、6通り以上の点数で見たマナコストのカードを握ってると相手が負けるむずくね、6通りめちゃんこ強いです、バケモノ。これ結構ね、アリーナでもさ、構築で見たわ、瞬速。なんかさ、青もさ、いちいち飛行瞬速いるじゃん。はいはいはい。なんか、幽体の船で。4マナでワンドロー。そう、4マナでワンドローですけど、まあ、あれとかと組み合わせて、こいつなんかほっとくと、なんか、すぐね、5、4とか、6、5とかなったりする。え、宝物、かっこいいんだけど、なんか全然今までの想像してた宝物より、宝って感じが、するね、宝作る。こういう、こういう。なんかすごい財宝感がある。おかしいの出ませんけど、おかしいマジで出ないけど抜かれた好きすぎて抜いちゃったから。お、ついに来ました、このシリーヌ。ついに来ました、シャドウムーアからアンコモンに昇格しました。こちらですね、フレーバーテキストも変わってるんで要チェックです。君しか注目しないでしょ大丈夫大注目カードですかね。あと1本すごく爪、はい、そうですね。お、神話ですね。ソリン強いです。さすがに、さすがに構築でワンチャンあるよね。吸血鬼で全然あります、ね。結構ね、そう、一番の一人も出たし、結構吸血鬼はまあ割とありなんじゃないかなと思えるアータイプだね。ロードもちゃんといるんで。さあ、というわけで一旦ちょっと並べてみますか。自己確認。はい、というわけで、はい、
一応1ボックス抜いた感じのレアこちらになっております。どうでしょうか、当たりなんですかね。なかなか、はい、じゃあレンズを買いしないと。レアホイールが神秘の神殿と、まあ、6層の強み、はい、はい、というわけでとりあえずは1ボックスもいった感じ、こんな感じになっております。いいす、はい、どんどん向いていきたいなと思いますので、はい、まあ、12ボックスあるんでどんどんやっていきましょう。こうした腰スランの形状も一緒に使いましょう。何でそのスランの形状も一緒に。アントモンに、うん、タルキールの頃からの再録カードで、うん、アーティファクトの穴を生み出せる、あーなんか2万、名高い武器職人です。はいはいはい、手伝えるんでね。いや結構ゼロのクソデッキ好きだね。クソデッキ大好きですね。まあ、結構、変なデッキにはロマンがある。今だったら、まあ 2,3 ヶ月ですけど、あと、うん、まあ、原初の呪物も使えるんで、まあ、インスタントトナイルとカウンターが乗って、そうそう、うん、でひっくり返るとコピーができるんですね。いや、まあ、パッと思い出せないカード出してくるからね。お、炎の消えのホイール、ホイール熱い、めっちゃ綺麗です。かっけえな、まあ、各機械全部ホイール、うん、めちゃくちゃ綺麗なんで、うん、コレクション用に炎の光り方がね、めっちゃかっこいい。やばいっす、イエス、いいやん。はい、というわけでここまで11ボックス向いてきたんですけど、最初にプレインズウォーカーのホイール全部出すと、プレインズウォーカーのホイール言ってたんですけど、なんと11ボックス向いて1枚も出ず1枚も出ず、そんなことあると思って、俺アンコのさチャンドラのホイールぐらいさすがに出れんやろと思って、あ、全然出ないですね。中途半端に出るとかではなく全く出なくて、全く出ない、ってなってるね今。かすりもしない。最後の12ボックス目でなんとか大逆転したい、頼むっつって。前回はね、あの否定の力ホイール出たからなんとかだったんだけど、今回どうでしょう。元気ない、11問目元気ないけど。おっ、おじゃないよ、じゃないけど。オムダスホイール、ちょっとおっと叫んじゃった、まあ嬉しいけどね、このホイール。あ、信用ホイール2枚目 ?2 枚目ですよな、オムダス。プレインズウォーカー来てくれ。しかも夜の騎兵も一緒に入ってた。お、すごい。いや、マジ出ない。マジ出ないよ。持ってない。大丈夫か、初変なの聞かせて。最後、1番手いきます。多分、いや、最後にね、一番最後にパック入れるのは熱いよね、さすがに。ああ、はい、兵士トーク、まあ、最初で、兵士で始まって兵士で終わる、はい、すなわち、次、ホイール、ホイールか、あ、ホイール、お、ホイール、青、青です、青です。予言タコ。残念、まあ、自分は海産物大好きなのに。あのオスベレカの機械も、そうですよ。残念、予言タコでした。レアは反復する反響ということで、いや残念ながら、え、ゼロ、フレインズウォーカーホイール、フレインズウォーカーホイールはゼロ。マジ、いや、見つめられましたよ。まあ、ということで、さあ、まあ12
僕全部脱ぎましたということで、はい、まあ、ちょっと一旦並べてみようかなと思います。はい、というわけで、まあ、今回レアをね、はい、ジュニボックスメイタリア並べてみましたというわけで、まあ、もちろん全種類売れたんですが、まあ、大体レアがねモナホラの時と同じぐらいで7から8枚、うん、そんな感じかな。サンドラもまだ7枚ですね。感じでシマリアはやっぱちょっと4枚は揃うやつと揃わないやつがあって、ちょっとムーンイヤーリング2枚だったりとか、カーリアも2枚、うん、で4枚揃うやつは揃って、今回ねチャンドラ4枚揃えました。12ボックス抜けまでさすがに残念ながらね、フォイルのフレンズオーカーに1枚も出ず、いやまあ自分的にはまあ楽しみでいけなかったのは結構痛いっす。でホイールはまあ、こんな感じですね。はい、エアホイルが何枚だ、22枚、エアホイル22枚の神話がコンダンスと騎兵2枚、はい、ということで、結構モダンホライゾンだと確か神話1でちょっとね今回封入率変わったから、うん、その分出るようになったのかなみたいな。まあでもね12ボックス2枚って結構な確率だよね。結構っすね。だからこれだからね、俺らがね、いかにフレンズオーカーの色を全部出すって言ったのがボロかかっていう誤った目標設定をしてしまったかなみたいな。大きく出すぎて、しかもね、まあ、なんなら1枚も出ないし1枚も出せないそんなことあれないっすね。今ちょっとあんこ並べてないんですけど、チャンドラのあんこのホイールすら出なかった。出てない。まあでも今回ちょっと光り方がまあ割と綺麗というか、うん、なんかね、今までよりも強欲に光ってる。強欲に光ってますね。ギラッギラッギラしてる。祖先の象徴とかめっちゃかっこいいっていうか綺麗になってるし、あと騎兵サイクル、さっきもちょっと多分動画で見せてると思うけど、マカオ騎兵とかもめちゃくちゃ光り方かっこいい。ちょ見えてるか分かんないけど、はい、個人的にはこのこいつですね。あ、鯉のね。そう、鯉だけ光ってないんですよね。目と後ろの水しぶきだけ光ってる感じなんで、はいはい、すごい一部だけ光ってる、一部だけ光ってる、うん。はい、というわけで基本セット2020ジュニボックス向いてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回絵が綺麗なのが、絵が綺麗ですね、本当に綺麗、ね、さっき言った神秘と神の音だし、しかも結構環境も変わりそうな独特なカードのレアにも多いし、うん、すごいいいセットなんじゃないかと思います。基本セットにしては基本セットなのに個性強めです。そう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 、本当にこんな感じで、なんか V 字ってかなり面白いなと。まあという感じで、まあ、今回も開封動画、はい、ジュニボックスやっていきました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それではまた。